ソフィア・アルビドソンは、スウェーデン・ハルムスタッド出身の女子プロテニス選手。w t a ツアーで、シングルス2勝、ダブルス1勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス29位、ダブルス67位。身長176センチメートル、体重69キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。8歳からテニスを始める。 1999年にプロに転校する。四大大会では2004年前後オープンで初出場。最高成績は2006年前後オープンの3回戦進出である。2010年全米オープンにて2006年2月のメンフィス大会の決勝でマルタ・ドマホフスカを62、26、63で破り WTA ツアー初優勝を果たした。 6年後の2012年にもマリーナ・エラコビッチを6、3、6、4で破り通算2勝を挙げた。アルビドソンはインドアハードコートを得意にし、シングルス4回、ダブルス3回の決勝は全て室内大会であった。北京五輪とロンドン五輪の2大会で、オリンピックに出場している。北京では1回戦で、タイのタマリネ・タナスガーンを6から2、6から1で破り、 初戦を突破し2回戦で、金メダルを獲得した、ロシアのエレーナ・デメンチェは23から6、4から6で敗れた。ロンドンでは1回戦で、ロシアのベラ・ズボナレは26から7、4から6で敗れた。アルビドソンは、フェドカップスウェーデン代表として2000年から2014年まで15年連続で、出場し、通算勝利数とシングルス通算勝利数で、チーム歴第1位記録保持者になった。 2015年10月のアメリカロックヒルの ITF 女子サーキット大会が最後の出場となり、2016年1月に現役引退を発表した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。